はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうっていうチャンネルとなっております。今回取り上げたいニュースは何かっていうとですね、松本人志さんのことをですね、同じ吉本の大師匠である中田カウスさんがですね、めちゃくちゃですね、批判するインタビューが、先日くらいですかね、出ました。はい。で、この件に関してですね、なんとその松本人志を守る会の面々がですね、その中田カウスさんに水面下でですね、反撃しているということが見えてきたわけなんですね。はい。で、最近のですね、中田カウスさんなんですけども、ちょっとね、不可解な行動がですね、見られるようになりました。まあ、今回はその辺について話していこうかなというふうに思っております。います。まずなんですけども、中田カウスさんといえばですね、先日ですね、その雑誌のインタビューにですね、大体2時間くらい答えてですね、結構赤裸々にですね、その松本さんの件だったりとか、もっと言うと吉本批判ですね、そこにまで発展する話をですね、まあ、結構踏み込んだところでやっちゃったんですよね。まあ、ちなみにその詳しい内容についてはですね、僕の過去動画の方でしっかり話しているので、まあ、よかったらそちらの方を見ていただければと思うんですけども、まあ、大体どんなことを言ってたのかっていうとですね、まず中田カウスさんはですね、その松本さんに関してですね、松本はアウトやで本当に客、素人に手をつけたのであれば、というふうに切り出してですね、お客さんを大事にせなあかんという芸人の意識があったらそういう気分にならへんとかでね、はい、そういうふうに言ってるんですね。まあ、この他にもですね、いろいろとですね、松本さんを断罪するような内容を喋りました。で、その上でなんですけども、実はそのね、ダウンタウンの育ての親でもあるですね、元マネージャーでもあり、そしてですね、前社長であって、前会長であって、現在はですね、万博のね、その大阪万博のアンバサダー的ないうこといろいろやってるですね、大崎宏さんがいるんですけども、この方に関してもですね、僕の57年間の吉本芸人の生活の中で一番の大きな失敗は大崎を社長にしたことやというふうにまでバッサリ言ってるわけなんですよね。はい。まあ、だからそのね、中田カウスさんの今回のインタビューって何がびっくりしたかっていうとですね、松本人志さん問題をですね、発端として、最終的にですね、その松本さんのマネージャーになった人たちが吉本内で権力を握って会長とか社長とか副社長にみんななってるんですけど、その辺のシステム全体についてですね、そのカウスさんがですね、バッサリ切ったっていう点なんですよね。だからそこがね、僕も確かにこのインタビュー最初の時かなりびっくりしたんですよ。いや、なんだったらこれ松本さん批判よりもそっちに対して踏み込んじゃうことの方がちょっとすごいこと言ってないかみたいなね、はい、感じがしました。で、この件についてですね、吉本芸人のマネージャーさんがこう語っています。こんなんゴジラ VS キングギドラの世界ですわと。これはもう関わったら飽きまへんと。松本派、カウス派と色分けされたらたまったもんじゃありませんよと。我々下っ端は日々の業務をコツコツこなすだけです。というふうに言ってるんですね。で、これね、何が恐ろしいかというと、当然の話で、という何かっていうとですね、結局、松本さんって今は活動休止されてますけども、言っても吉本興業の大看板なわけなんですよね。で、中田カウスさんも吉本興業の中では、いわゆるその師匠クラスなわけじゃないですか。ね。って言ってみたら、その吉本興業の中でのお家騒動みたいなもんなんですよ。これって言ってしまえば。吉本という会社の中の内部のその権力者同士のね、バチバチの争いが今まさに起きてしまってるわけなんですよね。だからそうなってくるとですよ、その文春との裁判の結果次第で、まあ堂々とですね、表舞台に帰ってこれるのかみたいな話になってますけども、中田カウスさんが吉本にいる以上、もう無理なんじゃないのっていう話なんですよね。はい。まあ、実際にですね、取材を進めている記者はこう語っています。これでは松本さんに帰ってきてもらっても居場所はありませんよと言ってるようなもの、吉本内は非常にピリついていますというふうに言ってるんですね。はい。まあ、なんですけども、そういったですね、カウスさんに対してですね、そのいわゆる松本さん擁護記事みたいなね、ものが出てるのも事実なんですね。それは何かというとですね、その過去にですね、中田カウスさんが、いわゆるその反社会的勢力とのですね、いろんな付き合いがあるといったですね、そういった、まあいろんなニュースが過去あったんですけども、それにですね、焦点を当てた記事が結構出たりしたわけなんですよね。まあ確かになんですけど、中田カウスさんといえばですね、反社会的勢力とのつながりというのはですね、まあむしろなんていうのかな、もうなんていうんだろう、もう暗黙の了解でみんな言わないだけで、みんな知ってる事実みたいになってるわけなんですよね。はい。なんですけども、その件がですね、おいおい中田カウスよと、お前松本のことわーわー言ってるけど、お前はお前でヤクザと関係あるんやないかみたいな感じですね。そういった記事が結構出たわけなんですよね。だからカウスさんからすると、松本さん批判に繰り出してしまった結果、過去の古傷がですね、またえぐられるような状況になってしまったというのも事実なわけですね。で、これに関してですね、その記者の方はこうやって言ってます。これは松本さんを何が何でも守るという通称松本人志を守る会による反撃ではないかと言われていますと。松本さん本人が動けない代わりに一部の人間が世論形成に動いているという話が出てきているんですよというふうに言ってるわけなんですね。
はい。まあ、実際問題ですね、その松本さんのことを擁護するようなですね、記事というのは、他にもありました。例えば何かっていうと、ミヤネ屋ですね。はい。宮根誠司さんがやってるミヤネ屋でですね、連日ですね、その松本さんのことをですね、報道していました。多分ミヤネ屋さんが一番報道していたんじゃないかなって思うんですけども、その際にですね、ミヤネ屋さんが、その松本さんサイドがね、不利な方向に毎日のように報道していたから、それはさすがに偏向報道などではないかということでですね、BPO ですね、放送倫理番組向上機構にですね、人権侵害をですね、申し立てる可能性があるという記事がですね、これまた複数出たわけなんですよね。はい。まあ、しかしながらなんですけども、まあ、ぶっちゃけですね、これを BPO に言うほどのことかっていうと、ちょっと難しいところもあるんですよね。はい。まあ、なので、実際ですね、そのね、そのテレビ局内では誰もがですね、いやいや、そんなことありえるのかっていうふうにですね、ちょっとみんな首をかしげていたといいますか、いやいや、そんなこと、それ常識的に可能かみたいな感じだったらしいんですよ。はい。ただ、これもですね、結局、その松本さんを守る会じゃないですけども、その松本さんとどうしてもまだ仕事がしたいというですね、まあ、いわゆるその業界には、各業界にいるわけですよ。それこそお笑い業界だったりとか、テレビ業界だったりとか、週刊誌、記者業界にもですね、やはりその松本さんとまた仕事がしたい、松本さんを見たいって人たちが一定数いて、まあ、そういった人たちがですね、まあ、そういったことを書いてるのではないかということなんですよね。はい。で、まあ、その結果ですね、その結果、そういった人たちが、いわゆる先ほど言ったですね、中田カオスさんの過去のですね、まあ、その、まあ、やらかしといいますか、現在も繋がってるかもしれませんけども、その反社会的勢力とのですね、関係性について言及するような記事をですね、このタイミングでバン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 上げ出したという背景があるのではないかという話になっています。はい。で、なんですけども、さらにですね、中田カオスさん、最近ですね、不可解な行動をとっているわけなんですね。という何かっていうとですね、中田カオスさんはですね、今回ですね、吉本祇園花月っていうですね、まあ、舞台とか劇場があるわけなんですけども、ここのですね、公式 SNS がお知らせとしてある発表してるんですね。これ何かというと、なんと中田カオスさんが予定している4月の公演が全部休演になったんですよ。はい。ね、これめちゃくちゃ皆さん異例の事態ですよ。めちゃくちゃ異例の事態です。はい。まあ、ぶっちゃけ中田佳代さんって今吉本でテレビに出てるわけじゃないじゃないですか。だから今のそのね、仕事っていうのはほとんどが舞台なんですよね。漫才だったりとか若手の絡みだったりとか、なんですけども、その4月の全公演、全ての公演が休演するというふうに言ったと。はい。で、これですね、一応内容は何かっていうと、中田カオス漫才の殿堂っていうですね、そういう企画といいますか、ライブがあって、若手の漫才師を招いてですね、ネタをやってもらって、その後漫才について語り合うみたいなですね、まあ、そういったことを、してたんですけども、これがですね、4月中の公演、もうこれ公演をですね、基本的に毎月ずっとやってるんですよ。はい。毎月ずっとやってたんですけども、この公演が4月まるまる全部吹っ飛んだっていう話なんですよね。はい。でですね、一応ですね、劇場側はこう言ってるんですね。楽しみにされていた皆様にはご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございませんというふうに、言ってるみたいです。まあ、ちなみにですね、中田カオスさんの穴はですね、別の代役の方が埋めるという形で、まあ、決まり次第発表しますというふうに言ってるわけなんですよね。はい。で、実際問題はですね、これについて SNS 上ではですね、中田カオスさんを心配する声が上がっています。例えば、カオス師匠何があったのかとかですね、明日の祇園カオス師匠休演なのか、大ごとでないといいのですかとかですね、はい、みたいないろんな声が出ているっていう感じとなっております。はい。で、なんですけども、これに関してですね、じゃあ、果たしてなんでこんなことが起きてんのっていう話なんですけども、ここでですね、やはり先ほど言ってますけども、いわゆるその、まあ、中田カオスさんに対するですね、数々のですね、いわゆるその、反社会的勢力との関係がどうこうという記事が最近出てるんですけども、その影響なのではないかっていうふうに言われています。はい。というのは何かっていうとですね、吉本興業っていうのはですね、皆さん闇営業騒動であったじゃないですかね。あの時にですね、その宮迫さんがいわゆるその反社会的組織の営業に行って、で金もらってたってがありましたよね。もちろんあれは宮迫さんは知らなかったんですけども、まあ、とはいえ、その結果、あれが大きなね、話題になったじゃないですか。まあ、ぶっちゃけね、あれって、芸人さんって陰では闇営業なんて誰もがやってることだったんですよね。だから本来だったら、あれが毎日のさ、なんかお昼のワイドショー、ニュース番組で、連日報道されるほどの大きな記事になる、大きな事件になるほどのことではないんですよ。あれがなんであんだけ大きな問題になったかっていうと、やはりそのヤクザ、反社会的組織に金をいただいていたということなんですよ。だから、やっぱり、その反社会的組織の関係性がうんぬんかんぬんということで、まあ、あの件がですね、大きく大きく扱われてしまったわけですよね。はい。まあ、だからこそ吉本がですね、闇営業騒動が収まった後にですね、もう私たちはそういった組織との関係性は全くありませんよと、もうしっかりとチェックしていきますみたいなことをですね、宣言しました。はい。で、実際問題ですね、どこまで徹底されてるかっていうとですね、その、吉本がですね、出してる、なんかチラシってあるじゃないですか。いろんなね、芸人さんのライブの。で、ぶっちゃけそんな大して有名じゃない芸人さんのライブでもチラシってあるんですけど、全チラシ、もうその全チラシの右下くらいのね、ところにちっちゃくですね、我が社はしっかりその反社との関係性をチェックをどうのこうのしてきますみたいなことがですね、全、そのね、チラシに書かれてるんですよ。はい。
もう言ってもね、芸歴2年目くらいのよくわからん芸人がやるね、お客さんが何人来るかもわかんないような、ちっちゃいライブにもかかわらず、そんなのいちいち書いてたりとかね、するわけなんですね。うん。他にもですね、これ実際に芸人さんがおっしゃってたんですけども、あるですね、コンビを解消した、ね、現在、まあ、ピン芸人になってしまった方がですね、M1 グランプリあるじゃないですか。あれにですね、その、まあ、相方をですね、まあ、期間限定みたいな感じで作って、ユニット的な感じで出ようとしたらしいんですね。まあ、しかしながら相手を誰にしようかなって考えたときに、現在サラリーマンをやっているですね、昔一緒にお笑いをやっていた友人がいるらしくて、その人とですね、ちょっと M1 グランプリだけ一緒にやらないかってことになって、まあ、出る流れに、ね、なったらしいんですよね。うん。で、そのことをですね、会社に報告したらしいんですよ。そしたら会社どうしたかっていうと、わかりました。じゃあちょっと待ってくださいと。その人物が反社じゃないかどうか、一回チェックさせていただきますって言ってですね、なんと、その今サラリーマンをやってる普通のただのサラリーマンですよ。友人をですね、チェックするって言ってですね、一回待ってくださいって止められちゃったらしいんですよね。はい。これすごくないですか、皆さん。まあ、ぶっちゃけその芸人さんってね、もともとその、ね、サラリーマンの友人を呼んだね、芸人さんって、別に全然有名じゃないし、今まで何か結果を残したわけでもないし、もう本当に、もうジッパ人からでの芸人さんなんですよ、吉本の中で。はい。そんな奴がさ、誰連れてこようがさ、まあ別にそんな気にしなくていいじゃないですか。ね。まあ、はっきり言うとね、にもかかわらず、ね、にもかかわらず、そんなものでもう分かりました。じゃあ一回反射チェックするんでちょっと待ってくださいっていうふうに言うっていうですね。うん。これなかなかすごいと思いませんか？はい。だからやっぱり吉本って相当ね、僕は思うに、その闇営業騒動によってこの反社という問題に対しては、相当ですね、こう敏感になってるんじゃないかなっていうふうに僕は、思うわけなんですよね。うん。で、そうなってくるんですよ。皆さん、そうなってくると、つまり、そのね、中田カウスさんが今回松本さんの件に対して堂々と口を出し始めた結果、その、いわゆる、まあ、吉本としてはですよ、もうこの件は触れてほしくなかった。ね、みんなにどんどん忘れてほしかった、風化してほしかった、いわゆる、その、中田カウスさんとですよ、その、うん、反社会的組織との関係ですか、それがまたもや今回掘り返される形になってしまったわけじゃないですか。うん。で、そうなった結果、吉本は相当焦って、もしかしたら中田カウスさんを干す、まあ、干すってことじゃないかもしれませんけども、一回ちょっと休園にさせて様子を見ようというふうに走ったのではないかと、そういう行動に行ったのではないかっていうことがですね、まあちょっと考えられるのかなっていうふうに思いました。うん。まあ何にせよですね、ちょっとタイミングがあまりに良すぎると言いますか、はい。中田カウスさんってすごいね、元気な方なんで、今まで本当に休園なんて回したことないですよ。回したことない。うん。にもかかわらず、その松本さんの件に、ね、件に関して、そのインタビューを受け、さらに吉本の内部事情を暴露し、吉本内部批判をし、そしてその結果、その、過去のですね、その反社会的組織のつながりがまたもや記事に出て、っていうタイミングで、ね、丸々1ヶ月、ね、全部休園しますよっていうのは、ん？これは？ん？っていう話ですよね。はい。だからもしかしたらですけど、じゃあ吉本が今、中田さんに聞き取り調査とかを行ってるかもしれないですね。例えば、あなたは今は本当は反社のね、つながりあるんですか？どうなんですか？ということをちゃんと、ヒアリングして、まあ、かつですね、吉本もきっちり調べて、それで、あ、もう今は関係ないんですね。2024年4月の段階で、もうあなたは何も関係がないんですね。わかりました。だったら出しましょう。みたいな感じで、その調査が終わるまでは一回ですね、出さないようにしてるとか。はい。まあ、そういうことも僕は全然考えられるんじゃないかなっていうふうに思います。うん。まあ、何にせよですね、中田川首相が一体いつ帰ってくるのか、もしかしたらこれがさらにね、伸ばして、5月6月も休みますみたいになるのか。はい。まあ、ちょっと見ていこうかなというふうに思いました。というわけでですね、今回はこれで終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントでありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。